どうした主、ようやく観念したか。ざけんな。何食って嫌がるお前は。うん、なんだ、なれも食うか。そういうことじゃねえ。お前その食い物の山どうしたんだよ。これか。これはな、先ほどから露店の横を通るたびに、お嬢ちゃんかわいいねと言って店員が見ついてくれるのよ。当然のこととはいえ、わらわの美貌も全く罪作りよな。いや多分それって違うと思うぞ。お客さん、やっぱりかよ。困るんだよね、無銭飲食は。兄ちゃん、妹さんの面倒はちゃんと見ないといけねえな。なんだこやつら、血相を変えおって。お前、金って知っているか、マネー。失礼な、わらわを時代遅れと世間知らずの魔導書と思ってか。そもそもわらわが執筆された頃はすでに貨幣の概念は存在していた。だったら払おうよ、物を買ったらさ。もらったと言っておるではないか。お前の目には怒り狂った彼らの姿が見えないのか。ふん、どうやらこの愛くるしいわらわに対して下心があったと見えるが、残念だったな。食べ物ごときで釣られるこのアルアジフではないわ。お前、そうやって自分に都合のいい解釈だけで世の中渡っていくつもりかよ。しゃあない、わしらが嬢ちゃんたちに世の中の厳しさっちゅうもんを教えたらさかい。兄ちゃんの方も覚悟しや。だから兄じゃないって、無関係だっつーの。マンダムよ。燃えるな人間。うわ、なんだ。マギウスの力を使うまでもない。なんじらごとき無造無造、わらわがまとめて勝たしてやるわ。この最強の魔導書アルアジフに盾ついたこと後悔するがよい。おいおいおい、これ以上は。なめるなクソガキが。はっ。ああああ、助けて。ああ、
ラー、なんだこりゃ。警察だ。そこで暴れている女、抵抗をやめておとなしく投降しろ。さもなくば警察来た。あらてか、特異ね。なあ、最悪だ。逮捕だ。逃げるしかねえだろうがよ。言ってるだろうが、逃げるに決まってんだろ、バカタレ。何を言うか、クロ。このような増票、何人束になろうと。いいから、おとなしくしろ。くにゃー、こらて、逃がすか。こちらストーン、18角にて男女2人組のテロリストに遭遇、応援を要請する。ストーン君、それよりも救急車を。ゲゲゲ、早っ、もう集まってきたよ。だから藁は下ろせ。あんな連中、1秒とかからずに。いいから黙ってろ。あー、ちくしょう。なんでこう厄介事ばかり抱え込むかな、俺は。全くの無駄骨かよ。だから無意味な真似はよせと、そう言ったのだ。うるさい、諸悪の根源。飯。わーい、何かここで食べるのがさも当然のことのように振る舞われてるよ。あらあらあら、まあクロちゃん、こちらの可愛らしいお嬢ちゃんは一体。ああ、これ
なんつうかな。うむ、クロウの所有物だ。違う、ライカさんが想像していることはきっと間違ってるぞ。おい魔導書、お前そういう誤解を招く言い方は。ご主人様。確信犯。クロちゃんがついに本性を。いや、間に受けるなよ。つうかなんだよ本性って。なるほど、大変だったのね、クロちゃんも。わーい、そう思ってるんだったらその犯人を尋問する刑事のごとく強烈なライトで俺の顔を照らし上がるのは心底やめやがれ、クソまぶしいぞ、どっちきしょうか。カツ丼でも食べる？ずいぶんクロちゃんに懐いているみたいだし。て、待てああいう年頃の女の子はね、いろいろと難しいのよ。だからクロちゃんが戸惑うのはわかるけど。だから、年頃じゃねえし、子供でもねえ。あいつの正体はアブドゥル・アルハザードって電波受信しちゃった野郎が書き殴った妄想ノートで、弱い千年を超える大妖怪なんだっつーの。そのお父さんのアロハザ長さんだっけ、もう随分と前にお亡くなりになられてるんでしょ。随分前っつーか、紀元8世紀の大昔っつーか。あとアルハザードな、アロハでもダチョウでもなく。あの子もきっといろいろと苦労してきたのよ。もっと優しくしてあげないと。クロちゃんが大変だったらこの教会で暮らすことにしてもいいし、ほら、みんなも新しい友達ができるから喜ぶわよ。ガキンチョどもの将来を考えるんなら絶対にやめとけ。心配しないでも大丈夫よ。だいたいクロちゃんだってうちで養っているようなものだし、どーんとライカお姉ちゃんに任せなさい。
なんですか、あなたは。オナ、そやつから離れろ。邪魔だ。ライカさん、ライカさん、ライカさん、しっかりしろ、ライカさん。ライカ姉ちゃん、姉ちゃん、お姉ちゃん。何しやがる！何がおかしい！クロ！その男はまずい！はじめまして、ミナリ、大丈夫か。もっとも、要は気候のこと、おそらくは気候以上によく知っている。てめえ、俺の名前を。不公平なので名乗っておこう。要はマスターテリオ、魔術の真理を求道する者なり。間に合ったな。
すまない。ふん、こんなところでせっかくの実写に死なれてたまるか。同士マスターテリオン。そうだ、そしてキャッツこそわらわの敵だ。以後お見知りおきよ、マスターオブネクロノミコ。今日はアルアジフが選んだ新たな実写と直に会ってみたくて、こうして伺わせてもらった。突然の訪問の無礼を許していただきたい。女に手を挙げるった、どうも育ちがよろしくないようだな、このテロリスト野郎が。先ほどのシスターか。それはすまなかった。世は血を這う虫けらに気をつけながら歩けるほど神経質ではなくてな。防御陣を撃ち抜き、世の体に触れるとは。潜在的な魔力はどうしてなかなかのものではないか。余裕こいてるんじゃねえよ。闘争本能を制御できていないな。それではイノシシと何ら変わらん。よい、魔術とは感情を理性で制御し、高ぶる魂を魔力と融合させ精錬精製するものなの。
やれやれ、今の気候では話にならないな。よかろう。アルアジュ、例の新しいデウスマヒナを呼びたまえ。なれ。